当期のトンネル西口東口、右側に採石場への入り口が見えるボックストンネルの10段メンズボックストンネルは、ボックスヒルを貫通するバースとチッペナムの間にある西部イングランドの鉄道トンネルである。グレートウェスタン本線の中でも重要な構造物である。グレートウェスタン鉄道の技術者、イザムバードキングダムブルネルの指揮により、同社が建設した。トンネルは、 全長1.83マイルあり、直線で東口から100分の1の下り勾配となっている。建設は1836年に開始され、1841年に開通した。建設中にはおよそ100人のナビがなくなった。開通当時は世界で最も長い鉄道トンネルであったが、スタンデッジトンネルなどいくつかの運河のトンネルの方が長いものがあった。 ボックス近くにある印象的な西口は古典様式で建築されているのに対して、校舎ムにある東口はかなり穏やかなレンガ積みと素面積みの石でできている。両端から掘られたトンネルがつながった時、その位置は2インチ以内の誤差であった。ボックストンネルはグレートウェスタン本線のブリストルテンプルミーズ駅までの電化計画の一環として、 架空電車線方式による電化が計画されており、2016年までに完成する予定となっている。2010年代には GWMWL の電化計画の一環として、架空電車線を収容するようにトンネルが改修された。2015年夏にトンネルは線路を下げることを含む準備作業のために閉鎖された。ブルネルは毎年4月9日、つまり彼の誕生日に、 トンネルを通して朝日を見ることができるように意図的にトンネルを配置したという話がある。この話が本当かどうかについての意見は様々である。アンガスブキャナンによれば以下のようになっている。一方で特定の歴実の見え方を保証することは不可能だという主張もある。これは順年の周期により特定日に太陽が昇る角度はわずかに変化するためである。しかし、 太陽は、おおむね0.5度の範囲にあり、これは、毎年の太陽が昇る角度の変動より大きく、また、トンネルを通じた視野より広いので、毎年トンネル内に太陽が見えている、可能性はかなりあると思われる。またブルネルは、大気差を考慮に入れ損ねていて、数日早く太陽が見えるという主張もある。ブッキャナンの結論としては、以下の通りである。 トンネルを通じて4月9日の朝日が見えるかどうか、たとえそれがブルネルの意図であったかどうかはともかくとして、適当な見晴らしのできる地点へ行って、それを簡単に確かめられるだろうと思いがちである。しかし実際に、これを確認できる適当な地点は高速で走行する、鉄道路線の中間であり、とても危険である。鉄道当局からの適切な支援を受けて、 この現象の写真が撮影されたという話がある。同じような問題が、南アフリカ共和国、プレトリアのフォーアトレッカー記念碑にもある。南アフリカの祝日、誓いの日の正午に晴れていれば、アフリカンス語のアンズビア城、水道アフリカという名のある石を、まっすぐ太陽が照らすとされている。トンネル周辺の丘は、バース石を掘り出すために大規模な採石が行われてきた。 1930年代には、こうした採石場のかなりの部分が、王立工兵により弾薬貯蔵用に開発された。これは、中央弾薬基地として知られ、南部イングランドの大半における弾薬需要に応えるものであった。イギリス空軍もまたこのトンネル地区の一部に基地を構えて、 ボックス基地としており、戦争中は予備の航空エンジン工場がボックストンネルの北に設置された。この中央弾薬基地の便に供するため、トンネルの東口で本線から分岐して、東口の脇に入る支線が開通した。この支線は採石場内の2つのプラットフォームに通じており、弾薬の搬入、搬出に使用されていた。第二次世界大戦後、弾薬基地の一部は、 様々な用途に改築され、中央政府戦争本部、イギリス空軍第一信号ユニット、防衛通信ネットワーク制御部、シャムコンピューターセンターなどが置かれた。これらのほとんどは撤収されたが、シャムコンピューターセンターのみが採石場内に残っている。2010年代には、電気機関車を GWML で使用できるように、核電車線方式の設備が設置された。 ボックストンネルは架空線と関連するインフラのために改修された。2015年の夏、トンネルは線路をおよそ 600mm 下げ、7マイルのケーブルを交換することを含む布設設置の準備作業のために6週間閉鎖された。ありがとうございます。